本日はご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより基礎科土曜クラスによる山本周五郎作嫁取り二代記を上演いたします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。盆栽の手入れをしていた牧屋官兵衛はそう声をかけられて振り返った。いいお日和でございますな。調子のよい愛想笑いをしながら甥の直次郎がこっちへやってくる。官兵衛は眼鏡越しにじろりと睨んでと脅しのからせきをした。機嫌取りをしてもその手は食わぬという意味である。ところが相手は一向感じない様子で、いや驚いた、この枝はもう咲きますな。さすがにお手入れがいいだけあって、この老梅はいつも半月早い。庭木では誰にも引きは取らぬという瀬沼老がこの老梅には根を上げていましたよ。いや、実に見事だ。瀬沼正右衛門は藩の勝ち目付けで、官兵衛とは盆栽の自慢敵である。官兵衛危うく釣り込まれそうになって、慌てて空席に紛らした。直次郎は方面を変える。おやおや、しばらく拝見せぬうちにだいぶ鉢が増えましたな。これは何でござるか。葉の色といい、枝ぶりといい、実に風雅なものだが、はてな、不要かな。官兵衛はついにたまらなくなって、こいつデトラメのと振り返った。正月の10日に不要が葉を出すか、考えてみとすると、ハボタンですか。貴様、このと、メガネをつかみ取ったが、恐ろしく太い鼻息を漏らすと、吐き出すように怒鳴った。せっかくじゃ、せっかくというんじゃ、よく見ろこれを。腐葉やハボタンと、葉の茎にまるで違うわ。違いすぎるわ、バカバカしい。こっちは何ですか。ケロリとしている。知らん。はて、なんだろう。ああ、わかった。これはご自慢のマガシワです。今度は当たりましたろう。それがどうして。してみると、拙者にも植木の一つや二つは、まんざらわからぬこともないというわけですな。はっはっはっは。時にマガシワで思い出しましたが、瀬沼道ひどく悔しがっていましたよ。何よ。残念だが、マキアにはかなわぬ。わしもマガシワでは苦心をしたが、とても、マキアほど立派な花は咲かせるのと。バカ野郎。官兵衛はわめいた。誰がどう苦心しようと、マガシワに花が咲くか。それは不思議。貴様の方がよっぽど不思議だ。これ、こっちを向いてみろ。官兵衛は眼鏡をかけて、老いの顔を穴の開くほど見つめていたが。貴様、また何かねだるつもりだな。というのをすかさず、おじゅうえ、助けてやってくださいと素晴らしい気合で切り込んだ。実に気の毒な身の上の女なのです。生まれ落ちるとから両親の顔も知らず、同行の塵にも入れて世にありとあらゆる辛酸をなめ、今また泥沼の底に沈もうとしているのです。ぜひ。ダメだダメだ、ならんぞ。官兵衛は大声に遮った。どうもさっきから変にごまをすると思ったら、果たしてこれだ。なら、もう貴様には騙され。理由のいかんを問わず、利他一文も出さぬから、そう思え。金相いただこうとは申しません。屋敷へ引き取っていただきたいのです。官兵衛は老いの顔を横目で見た。これまでたびたびこの手で丸められているのだ。金はいらぬと言っても、迂闊に安心はできない。屋敷へ引き取れと言って、その相手は何者なんじゃ。その詮索は後のこと。今は何よりおじゅうえのお許しが出るか出ぬかが大事なのです。もしここで突き放してしまえば、その人物は泥沼の底に落ち込んで、あたら一生を地獄の苦言に送らなければなりません。助けてやってください、おじゅうえ。人間一人を生かすも殺すもおじゅうえの法則にあるのです。それも別に金がいるとか
特別な世話をするとかいうのではなく、ただこの屋敷に引き取ってもらって当分の間面倒を見てくださればいいのです。決してご迷惑はかけませんから。だが官兵衛は気乗りせぬ調子で、引き取るとしてもどこへ住まわせるんじゃ。私の離れが空いております。あそこはわしの茶室に使っているではないか。何も片付けさせました。お道具はすき屋に運んであります。そういうやつだ。官兵衛下打ちをして、初めからわしを丸め込むものと決めてかかりある。ご承知くださいますか。しようがないじゃないか。いかんといえば、なんだかわしがその男を泥沼の底へ突き落とすことにでもなりそうな口ぶりじゃからの。だが引き取る前に一度呼んでこい。わしが会ってから。もう来ております。おふえ殿、こちらへ。振り返って呼ぶと、中庭の生垣の陰から一人の女がつつましくそこへ立ち現れた。磨き込んだ小麦色の肌、切れ長のつぶらな瞳、漆黒のあまるような髪を武家風に結い上げた二十歳余りの目覚めるように美しい女である。いや、官兵衛驚いた。直次郎。おふえ殿、ご挨拶なさい。直次郎は構わず言った。こちらがお話申したおじゅうえです。お役目は福山藩15万2000石の切り盛りをする国家老だが、江戸詰めでご苦労を遊ばしただけあって、酸いも甘いもずんと噛み分けておられる。この度は元を引き取って快く世話をしようと仰せられるのだ。よくお礼を申し上げるように。かたじけの存じます。女は陰の深い声で抵当しながら言った。ふつつか者の私、お慈悲に甘えてお世話になりまする。どうぞよろしゅう。うん。官兵衛孫ついて脇を向いたが、直次郎、ちと来いと言って築山の方へ去った。直次郎は女の方へにこりと微笑み、心配するなという目混ぜをしながら叔父の後を追った。官兵衛は近寄ってくる甥の面前、花ばさみを突き出して、この野郎とわめき立てた。ならず者め、またしてもわしははめよったな。あれは何じゃ。女ではないか。この別に私は女でないとは申しません。ないと呼んでも女でないと思わせるような風にいいこしらえたで。ああ、めんどくさい。だいたい今だ咲いたえませぬ身の上でどこの何者とも知れぬ女を。いや、承知しております。直次郎は逃げ腰になりながら言った。彼女は新町の小笛という芸者です。な、何芸者。芸者は芸者ですが、血統は武家の出でどこへ出しても恥ずかしからぬ。この野郎。いきなり官兵衛がつかみかかった。直次郎はひらりとかわして咲き始めた老媒の向こうへ回り込んだ。官兵衛はイラっておう。待ちうれ。どうぞお願いです、おじゅうえ。直次郎は素早く逃げながら、かわいそうな身の上の女なのです。屋敷へ置いても決して牧屋の二目になるようなことはありません。どうか面倒を見てやってください。太っている官兵衛は顔を赤くいきませながら懸命に追いかける。しかし若い直次郎の足に及ぶはずがない。築山を三遍ばかり追い回すと息苦しくなって目がくらんで、ぺたりと芝生の上へ尻餅をついてしまった。あ、危ない。直次郎は駆け寄って、お怪我ありませんか。どこか痛みはなさいませんか。うるさい。冷やを持ってまいりましょうか。話せ。冷やなどいるか。官兵衛は肩で息をつきながら、これまでにも散々と苦い目を見せおって、また今度の芸儀を引き取れ。福山十五万二千石の国家老たるわしに芸儀を引き取れとは、貴様どこまでわしの肝を冷やす気だ。この次は全体何を持ち出してくるんじゃ。実はそれなんです。何？拙者この度殿のご参勤により江戸表へお供を仰せつかりました。つきましては1年の在番中、お供をお笛をお預けいたしますゆえ、
お手元にて徳と性質をご覧くだされ、拙者規範の上ご徳心が参りましたら妻にめとっていただきと存じます。官兵衛はいきなり眼鏡をむしり取った。そして両手で頭をひっつかみながらそこへかがみ込んでしまった。牧屋官兵衛は備中福山の城主阿部伊勢の神の国家老で700石、頑固一徹なところから家中の者に牧屋の官兵衛殿とあだ名されているが、一面また実にまかりの良いところがあって、ことに若い連中には良い人気を持っていた。数年前妻のお信に先立たれ、また子がなかったので江戸屋敷に留守居役を務めている弟牧屋伝兵衛の次男直次郎を引き取り、ゆくゆくはこれに跡目を継がせようというのでずっと手元で育ててきた。ところでこの直次郎が一通りの青年でなかった。色白の美男で武芸もでき学問にも秀でているが、何しろ鼻から目から鼻へ抜けるような性質で、15万石をぐわんと抑えている官兵衛が直次郎のためにはいつも見事な背負い投げを食わされる。今度こそはごまかされんぞ。と思うがその度に行けなかった。そしてこのところしばらくいたことがないと思っていた途端、またしてもお笛引き取りという大穴に引っかかったのである。しかも芸妓上がりの女を妻にめとってくれというのだ。なんという面の顔の厚いやつだ。官兵衛も今度ばかりは呆然となった。呆然となったが、しかしどこまでもいかんとは言わなかった。それには訳があるのでその訳は後に記すことにしよう。直次郎は正月28日、主君伊勢の神に従って江戸へ発足した。出立するとき直次郎はたった一言、おじゅうえお預け申したぞと言ったきりだった。官兵衛はよし預かった、だが預かった以上万一不始末でもしでかしたら断りなしに切って捨てるか承知しておれと言った。官兵衛のつもりではどうせ若い直次郎のことだから女の歓迎に惑わされて当座の熱を上げているのだろうぐらいにしか思っていなかった。女もまた直次郎が牧屋家の跡継ぎであるというところに目をつけたので、あわよくば国家老700石の奥に直ろうという魂胆に相違あるまい。とすれば一年の江戸裁判を幸い、その間に十分前後の処置をすることができると考えたのだった。お笛は屋敷裏の西隅にある直次郎の住まいの茶室作りになっている離れに置き伏していた。そこは前庭が四条湯の風雅な戦績で、中庭方の茶室とは別に官兵衛が時折自分一人の茶を楽しむ場にしていたのである。直次郎が発足して 2,3 日経ったある日のこと、官兵衛が盆栽いじりをしていると離れの方からお笛が静かにやってきて、失礼ながらお手伝いつかまつりますと言った。見ると海外しく袖をからげ水桶を携えている。何をするかと思って黙っていると盆栽の鉢の一つ一つを丁寧に洗い始めた。そんなことやったことがあるのか。いいえ。つつましく頭を振りながら微笑する。とても芸儀などしていたものとは思えぬあどけなさだ。官兵衛むっつりしたまま、したくもないことを義言取りのつもりでするならやめにせ。わしはおべんちゃらが大嫌いだぞ。この間頭の割っております鉢は白磁とか申す品でございますか。官兵衛の高城氏には構わず、お笛は静かに振り仰いで聞いた。官兵衛は依然むっつりと外向きながら、白磁とか青磁とかそう大雑把に言われてはかなわん。それは白磁の中でも上州の白といって東来の珍物じゃ。上州の白、ありがとう存じました。
っちのみ。これは小備前物で両親の策と伝えられるが、比べてみると違いがわかるであろう。拝見つかまつります。お笛は官兵衛の手から楓の鉢を受け取ってしげしげと眺めていたが、やはり上州の方が同じ白でも色に深く澄んだところがございます。これを白の被色という。きめの細やかな手触りでじっくりと厚みのあるところに、やはり上州の方が優れているように思われます。白魚を述べたような指で赤酢鉢の肌を撫でている様子は、どうやら軽薄な機嫌取りでもないらしい。官兵衛はいつかすっかり誘い込まれていた。こっちへ参れ。薩摩の政治を見せる。お願いいたします。それからおおよそ一時余り、官兵衛は熱心に庭中お笛を連れ回っていた。どうも俺は人がいい。その夜、官兵衛は後悔していた。あいつめ、焼き物が分かりそうなふりをするものだから、つい羽化と引っかかってしまった。こんなことではとても少年をつかむことはできん。今度からはごまかされぬよう用心をしてかかるぞ。密かに固い決心をした。その後日、下城した官兵衛が庭へ降りていくと、お笛が小庭の方からやってきて、遊ばしませ。お疲れでございましょう。うん。お恥ずかしゅうござりまするが、粗茶を入れました。どうぞお立ち寄りくださいませ。恥じらいを含んで微笑しながら言う。官兵衛は不機嫌に唇を結んだまま、黙ってお笛の後からついていった。部屋のうちは塵一つとどめず、きちんと片付いたとこに、古風な錆付きの鉄髪に、鮮やかな鶴もどきの紅と木がはぜていた。心に食いって涙。お口汚しでございます。これは香のものだな。待ち合わせなること、武家ではちゃうけに、香のものなどということはないぞ。他人が見たマギアの恥になる。そのくらいの所存はありそうなものではないか。心つかぬことをいたしました。今後は注意つかまつりますし、どうぞごめんくださりませ。せっかくじゃ、今日は引かずともよい。そう言いながら箸を取る。一切れ口へ入れて、官兵衛驚いた。恐ろしくうまいのである。妻が生きていた頃も、かつて一度もこれはうまいと思ったことのない香のものである。ことにこの数年はまるで漬物などに興味も持たなかったが、その一切れは全く舌を驚かした。これはそちが漬けたか。はい、ほんの真似事に。官兵衛は茶を変えながら無理に気難しく空席をして話は違うが、一体その方は直次郎をどう考えとるのかと仰せられまする。と直次郎はわしにその方をめとってくれと申した。お笛の頬にさっと紅が刺した。刺してはおろうが、武家というものは諸事格式の厳しいものだ。近来は商家から嫁を迎えることもないではないが、それさえ極めて稀なこと。ましてその方のように一度芸妓勤めなどした体では正式の婚姻などなかなか難しい話だ。しかしそれとても神かけてできるというわけではない。ないけれども、直次郎はわしの跡目を継ぐからだ。
万一血統でも濁るようなことがあると先祖に対して申し訳がない。血が濁ると仰せられまするわ。家業柄、今までその方の体が今まで潔白であろうとは思われぬと申すのだ。潔白でございます。お笛は静かに目を上げた。重視で屋敷勤めに出ましてから6年の間、のっぴきさせぬ危うよりも両三度はござりましたけれど、私体だけは正常に守り通してまいりました。どうぞお信じくださいませ。だがこればかりは証拠がないでの。お笛はひゅっと唇を引き締めたが、失礼ながらと膝へ手を置いていった。あなた様にはお上を毒害してお家を横領しようというご野心がござりましょう。何を言え。突然のことに官兵衛は仰天して、冗談もこそによるぞ。この巻屋官兵衛に逆進ありとは どこを指して申すのだ。では逆進なしと申すご証拠はござりましょうか。お笛は悪びれぬ調子で、女の味噌とて同じこと、この通り潔白と申してお目にかける証拠はございませぬけれど、安い勤めをしていたからというだけでその疑いは悲しゅうござりまする。もうよい、もうよい。官兵衛は驚いて、顔に似合わぬ理屈屋だな、その方は。いずれにしても真偽は現れずにおらぬものじゃ。それまでその方の言葉を信じておるとしよう。いや、邪魔した。茶碗を置いて立つ。気がついてみると、いつか小鉢の甲のものをすっかり平らげていた。官兵衛はぶっきらぼうに、この次も茶受けは甲のものを頼めと言い捨てて照れくさそうに立ち去った。向こうの気持ちを試しみるつもりが、逆に一本突っ込まれて見事にやられた形である。それにしてもあの場合、ちょっともすかさず即妙に応対した知恵は、芸妓育ちの女などに似合わぬ鋭さ。生まれながらに目端の利く性発か、あるいは世間連れした悪知恵か。まずそれを突き止めてやろう。官兵衛何やらうなずいた。雨の日の昼下がりだった。お笛の部屋からつま引きの三味の音に合わせて一中節の渋い歌声が上々と聞こえていた。珍しや、くつろいだ官兵衛がお笛に歌わせながら、さっきから一人杯あげているのである。官兵衛に強いられて二三杯なめたお笛は、まぶたのあたりをほんのり染め、どことなく体つきに生めかしさが匂っていた。わあ、いっぱい。あよせ。もういただけません。お笛は三味線を置いて、こんなに方が熱くなりましたもの、お酌をさせていただきまする。そう言わずとも飲め。わしも久方ぶりで快くやってきた。もう歌はやめにして、こっちへ参れ。はい。素直に膝を寄せてくる官兵衛は水眼を向けながら、芸妓の頃は小笛とか言ったの。はい、本名そのまま。武家風に固く寄せて、このくらい美しいのだから、その頃はさぞあでやかであったろ。どれ、もっとこっちを向いてみ。恥じらいながら少しも悪びれず笑顔を向けるお笛。官兵衛はふと手を伸ばすと、女のしなやかな手首を握って、遠慮はいらぬ、ずっとやれ。そう言いながら引き寄せた。拒むかと思ったが、相手はそのまま嬉しそうにさえしながら膝をすり寄せる。むっと鼻をなでる温かい肌の香り、途端に官兵衛がお笛と鋭く言った。人
人目のない離れで酒を囲み、たとえ直次郎の叔父ではあれ、男の足にこう手を取られて拒まぬのみか。嬉しそうに体をしてくるその方の様子、それが今まで潔白に身を辞してきた女の態度か。ぎくりとしたお兵が慌てて引こうとする手首を官兵衛は力任せに突き放して、二三倍の酒に本性を出しおって、もう言い訳は通るまいぞ。どうだ。お笛はそこへ両手をつき、表を伏せたまましばらくは身動きもしなかったが、やがて静かに顔を上げて、恐れ入りましたと息詰まるような声で言った。はじめからお計り遊ばしたものなれば、今さら何を申し上げてもお取り上げはなさりますまい。けれど一言だけ申し上げます。言い訳なら聞くまでもない。ただお聞きしてくださいませ。お笛は表を伏せて続けた。直次郎様からお聞き及びかとは存じまするが、私は生まれ落ちるとから父母の顔を知らず、元お屋敷に仕えていた松蔵と申す男のもとで育てられました。父は越前家で馬回りを務めていましたとか、才のほどは存じませぬが、殿のご関係を被って切腹、母も共に自害いたしたと松蔵の話に聞くばかり。そのご事情あって卑しい世界に身を落としましても、一日半時として亡き父母を思わぬことはございませんでした。お笛は突き上げてくるものを抑えるようにしばらくは声を呑んでいたが、武士の娘だ、父の名を汚してはならぬ、どんな必死の場合にもこれだけは忘れず、そのために数えきれぬ苦しさ辛さを味わってまいりました。こちらへ引き取っていただきました日、お庭であなた様にお目にかかりまするとどうしてか知れず、不意にあなた様が父親のように思われ、今日までよく正常に身を守ってきたな、褒めてやるぞと言われたような気がいたしまして、思わず嬉し涙にむせんだのでござります。ご迷惑とは存じながら、盆栽のお手入れのお邪魔をいたしましたのも、そちゃにおいでを願って手作りのお笑い草を差し上げましたのも、密かに父と存じ上げていたしましたこと、できることなら御座にすがってたった一度でも父上様と甘えてみとうござりました。それがついたしなみを忘れさせ、今のおたわむれをそうと知る意図間もなく、まことの父に手を取られたように覚えて、思わずそれまで言うと、兵はついにたまらずそこへふっと泣き伏してしまった。官兵衛はいつか座り直していたが、くすんと鼻を鳴らすと、急いで妙な空咳をしながら泣くな、泣くやつがあるかと取りなすように言った。主公の冗談を本気にされては困る。もういいから泣くのはやめにせ。そして面倒であがったら、またあの漬物を出してくれ。魚の口を直して、おいしさにしそうになろう。すっかり冷めたぞ。はい。むせびながら手をつくお笛の、震える肩先を見合った官兵衛の胸に、覚えて以来、かつて感じたことのない、ふんわりと甘く温かい愛情が強く膨れ上がってきた。またしてもわしの負けじゃ。官兵衛は一人明るくつぶやいた。誰だ。誰。お笛は愕然と振り向いた。有明の明かりを細くして、今
真意に着替えようとしていたとき、横手の小窓が外から引き外されて、一人の男がぬっと飛び込んできたのだ。誰です？騒ぐな。静かにしろ。男は端折っていったストを下ろし、顔の手ぬぐいを取ると、俺だ、驚いたかと言いながらドカッと座った。善吉さん、それでも忘れずにいてくれたかい。俺はずいぶん探したぜ。色の浅黒い眉の上に傷のある目つきの卑しい男だ。福山城下で傷の伝吉といえば村井仲間でも通り物である。おペイが芸者に出た自分からつけつ回して言い寄っていたのだ。おめえのためには3年という間、爪は剥がねえばかりにして貢いでいたぜ。仲間には笑われる、世間は狭くする、挙句の果てにおめえはドロンと来た。まったくいいツアーの川、恋の滝登りだ。男はぐいっと膝を立てて、だがのう小笛、仲間の手前にも俺は黙って突っ込んじゃいらんねえんだ。こうして探し出したからには、たとえ3日でも女房にしなきゃ承知ができねえ。おめえあってこんな堅苦しい武家屋敷で片身の狭い寝かけ暮らしをするよりは、ぶらいでもれっきとした女房になるのが結構幸せというもんだ。まあそう睨まねえでこっちへ。お帰り。お笛はすっと身を引いて叫んだ。身を剥ごうと爪を剥ごうと貢いだのはそっちの勝手、私の知ったことではございません。このまま帰るならともかく、さもないと人を呼びますよ。面白い、呼んでくんな。伝吉はにやりと笑った。おいらが命明けで惚れた女を横取りしたやつの面が見て、呼びねえな。ねえ、呼んでみろ。この女は足の色でござんすと、そいつの前で立派に名乗ってやれ。さあ、呼ばねえか。うめきながら手を伸ばして抱きつくめようとする。オペエは危うく逃れて、何をするのですと立った途端に、見苦しいぞと叫びながら、意外にも縁先の雨戸を突き外して左手に体型を下げた官兵衛が現れた。オペエはびっくり、とっさの言葉もなく立ちすくむ。貴様は何者だ。官兵衛はずいっと踏み込んだ。善吉はふてぶてしく座り直して、あっしはその小笛の亭主でございます。何、亭主。亭主と申し上げて悪ければ、まあ色とでも申しましょうか。もう3年この方夫婦同然の仲でございます。へい。嘘、嘘です。お笛は必死に遮った。これは私が勤めに出ておりました頃、嫌がるものをつき回していただけの人、何の関係もございません。冗談じゃねえ、今さらそんなこと言ったって通るものか。現に旦那、こうして新所に忍び込んでくるのも今夜が初めてじゃありません。実はこの小笛の手引きで3日にあげず会いに来てるのでございますよ。まあよくもそんなそらそらしい。そういうおめえの方がいけってや。なんだろう、そろそろ金のねえおいらに嫌気がさしたので、こっちへ寝返りを打とうと。黙れ黙れ。官兵衛は大声に遮った。お笛、わしはその方を信じている。だがこの場合それだけでは済まぬぞ。その方はやがて直次郎の妻となるべき体じゃ。たとえ相手がぼろつきにもせよ、不義があったと申すからには武士の妻としてただないとだけでは通らぬ。よく落ち着いて所存を決め。はい。お笛はじっと官兵衛の目を見上げた。官兵衛の心は激しく痛んでいた。あの酒の日からこの方、官兵衛は実の娘を一人儲けたように思われて、お祈りの朝夕、お笛を見るのが何よりの楽しみになっていたのだ。しかし、嘘にもせよかかる村井の都に不義ありと言われて、虚実が判然せぬとすれば、一般の苦労を務める家の嫁にめとることはできない。どうだ？と表に強くは言ったが、官兵衛の心は意地らしさで燃えるようだった。申し上げまする。お笛は静かに答えた。こ
これはどのようなことがあっても他言はすまいとかねてから誓っていたことではございますけれど、女が一生に一度の大事、恥を忍んで申し上げまする。伝吉は何を言うのかと息を呑んだ。どうだと表に強くは言ったが、官兵衛の心はいじらしさで燃えるようだった。申し上げまする。お笛は静かに答えた。これはどのようなことがあっても他言はすまいとかねてから誓っていたことではございますけれど、女が一生に一度の大事、恥を忍んで申し上げまする。伝吉は何を言うのかと息を呑んだ。私が不義をせぬ証拠は、直次郎様とおなれ申して半年近く、夫婦の約束までしながら、いまだ一度も寝屋を共にしたことはございませんでした。それは。と言葉を切った。官兵衛も伝吉も聞き逃さじと耳を傾けている。それは、私の右の胸のちょうど乳房の下のところに、腫れ物がございます。子供の時から届く限りは医者も薬も手を尽くしましたが、どのようにしても治らず、肌着が荒く触れても刺すように痛みまするし、自分でも耐えられるようなひどい臭みを放ちまする。そのため今日まで直次郎様も一つ寝屋に伏したことはございませんでした。ましてやこのような人と。何かと思ったら。伝吉はせせら笑って。何かと思ったら腫れ物のことかい。そんなことなら改めて聞くまでもね。命までもと惚れ合った中で腫れ物の臭みぐれなんだ。旦那、こいつは大した内緒事のように言ってますが、あっしゃあ今日までその腫れ物の薬縫いから当てわた巻き木綿の世話までしてきやしたよ。嘘です。腫れ物のことさえ知るはずのないお前に薬の手当てならできるわけはありません。だって現に世話を焼かしたじゃねえか。いいえ嘘です。お前は愚か、直次郎様にも見せたことない秘密です。何と言っても嘘に違いありません。往生だな。あの臭い海の始末までさせておいて今になって嘘はひどかろうぜ。おいりゃな、着物の上からでも見えるくれだ。お笛はきっと官兵衛の方を振り返って、おじ上様、この男の今の言葉しかとお耳にお止めくださりましたか。それでどういたすのだ。ごめんくださりませ。会釈をしたかと思うと右手を袖から内へ入れる。意外にもいきなりするりと肩肌を脱いだ。血のような三浦を抜いて雪かと孫をやわ肌が現れた。喉元から胸へ流れる生めかしい丸みの極まるところに梅のつぼみのような乳首をつけてふっくりと固く盛り上がるちぶさ。どこに一点の塵もなく、ぬめのようにつやつやとした皮膚は有明の明かりを受けてまばゆいばかりに輝いた。ご覧ください、女が生涯の夫に捧げる大事な体、金も刺させず大切にしてまいりました。腫れ物はおろか、灰でついたほどの傷もないはず。お父上様、ご得心くださいましたか。見届けた、この死ね物。官兵衛が叫んで大剣をつかむのと、伝吉が稲子のように飛び上がるのと同時だった。待て。わめいて官兵衛が足を出す。伝吉はだっとつまずいたが、転倒した余勢で地盤から庭へ転げ落ちた。命妙がなやつめ、明日とも言わず今宵のうちに立ち退きおれ。さもないと目につき次第切り捨てるぞ、ここなったわけだろと闇に向かって元気に怒鳴り立てた。いや驚いたのなんの、さすがの無頼の伝吉も肝を消してつぶてのように屋敷外へと逃げ去ってしまった。あっぱれじゃ、よく機転が効いたぞ。官兵衛は財戻ると大
期限で。どうなることかとハラハラしていたが、あそこまで引き込んでいくでぎゃ立派な判官じゃ。実のところわしまでハマりそうになったわ。恥ずかしゅうございます。獲物を繕ったお笛は恥じらいに耳まで染めながらそこへ手をついて、女だてらに肌を洗わし、何とも申し訳ございませぬ。どうかお忘れ遊ばして。いいとも。他の時ならともかく、女の身さを犯す必死の場合、武士ならば腹をかけるところじゃ。あいつめ、びっくりして煙のように消えおったわ。もう再び邪魔には困い。手柄じゃ、手柄じゃ。勘兵衛は目を細くして褒め立てる。お笛はますます身を縮めながら湧き上がってくる周知を持て余していた。お笛をめとること承知いたし候。勘兵衛は江戸の老いに手紙を書いた。そこもと規範までに親元を定めおくべく、挙式は来春2月と予定つかまつり候。お笛こと、そこもとはただ若気の熱にて引き取るしならんが、国老職を継ぐべきそこもとの妻として二つなき女たること、そこもとより拙者の方がよく見抜きおり候。鑑識のあるところを示しておかぬと押しがきかぬ。またそこもとは己一人粋な妻を持つなりとうぬぼれているやもしれねど、そうはバカの独りよがりに候。今こそ打ち明け候。驚くなよ。拙者の亡き妻、すなわちそこもとのおば、おのぶこそ、拙者若くして江戸詰めの折、終身にてめとりたる柳橋の名義に候。えへんにござ候。勘兵衛はどうだと言わんばかりに、つるりと額をなでて結びにかかった。されど、おじ、おい、二代続いての芸妓妻、もうこの辺で打ち止めるべく、そこもとの子には決して決してまかりなるまじく候。開けていく庭先でうぐいすが鳴き始めた。本日はご感激いただき誠にありがとうございました。